はい、ということで、今日の G クラス専門チャンネルは、はい、先日、はい、入荷速報でご案内させていただいた、はい、こちらの車のご紹介となります。していきましょう。はい、お願いします、はい、今日はですね、こちらのご紹介させていただく G クラスなんですけれども、新型の G クラスのもう王様ですね。 G クラスの王様、はい、G63AMG、はい、入荷いたしました。はい、はい、でこちらですね、ただの G63 ではない、はい、そんな G クラスなんですけれども、いろいろカスタムされてますよね。そうなんですよ、はい、こちらのもう今パッと見てね、見ていただけて分かるように随所にこうブラックアクセントが施されているんですけれども、下と上もですよね。そうですね。でカメラマン君、はい、気づきましたか、このボディカラーただの白じゃないんですよ。ちょっと近づきましょうか。近づいてください、はい、見てくださいよ、わかりますか、マットの白なんですよ。マットホワイトの白、はい、こちらちょっと後で、詳しくご説明の方はさせていただきたいと思いますので、じゃあまず早速ですね、はい、情報の方からお伝えしていきたいと思います。はい、まず車が2021年12月登録ということで、ほぼ2022年式ですねそれ言いたいだけですね、はい、言いたいだけです、はい、2021年式の G63、はい、で、パッケージがマヌファクタープログラムプラスのパッケージとなっております。で、走行距離まだ5000キロ台という低走行ですね、はい、で、右ハンドルの G63 という、はい、スペックとなっております。で外装カラーはこちらダイヤモンドホワイト、ダイヤモンドホワイト、はい、パールですね、はい、ダイヤモンドホワイトのお色となっております。ただパールじゃないですよね、もうパールじゃないんですよ、はい、マットの白になっています。じゃあ順番にご紹介の方していきたいと思います。はい、まずですね、この随所にこのまず黒ですね、黒バンパー、バンパー真っ黒になってますよ、バンパーとこちらのオーバーフェンダーですね。もうこれ何周してもいいんで、はい、ちょっとぐるぐるいきますよぐるぐる、はい、オーバーフェンダー、はい、もうここのエンブレム類も、はい、黒になっております、はい、ここ通常は違う、シルバーです、シルバーなんですね、はい、でこちらですね、サイドステップ、はい、はい、真っ黒ので、あとアルミホイール、これオプションのですね、 AMG の、こちらがですね21インチのアルミホイールとなっております。黒のアルミホイールにこのレッドキャリパーがめちゃくちゃなんかいい、そうですね、ワンポイント、ワンポイントで、あのリョジちゃんのネクタイみたいな感じの、いいこと言いますねありがとうございます、はい、そんな感じまさにね、同じカラー、はい、になってます。やはり足元がこのブラックでこう固まると、うん、締まって見えますね。そうですね、はい、であとこのサイドから見てもらって分かるように、このルーフもですね、はい、はい、こちらですね、ブラックアクセントなっております。続いて後ろ見ていきますよ。後ろもこのリアバンパーですね、はい、はい、フロントバンパー同様、はい、黒になっていまして、あとエンブレム類ですね、 AMG、 はい、こちらの G63、 これもブラックエンブレム、はい、という感じですね、はい、こちらの右側も同じようにブラックアウトがされている、はい、感じでなっております。一ついいですか、どうぞ。この感じ、はい、あの限定車じゃないですか。わかりましたか、あの限定車、あの限定車 で、はい、ですよね、うんうん、この仕様というのがつい先日出ました、2022年に年末ですね、年末出ました、はい、マグノヒーローエディションに似てますよね。そうですね、はい、こちらマグノヒーローエディションの、マグノオパレスホワイト仕様になっておりますね、うん、はい、なのでもう外装のこのブラックアクセントの箇所っていうのがその仕様という感じですね、うん、はい、で今回ボディカラーが本来ダイヤモンドホワイトなんですけど、このマットの白になってるっていうところと、はい、でブラックアウトもマットの黒ですね、マットしっかりマットの黒です、はい、マットマットという、うん、形で、こちらがですね、すべてプロテクションフィルムでマットを作っているという、プロテクションフィルムなんですね、はい、なのでボディ全体がフィルムで
包まれているの、うん、いますので、でプロテクションフィルムのいいところって傷とかもやはりつきにくいですし、そういったところボディの保護ですね、そういった観点も含めていいポイントという感じですね。今回プロテクションフィルムが使われているということですけれども、はいはい、マットのプロテクションフィルムなんですか？いい質問ですね。いい質問です、はい、今回、はい、まずこのボディの方ですね。ボディ、こちらは本来ダイヤモンドホワイトなのでパールのツヤありですよね。そうですよね。それをマットのプロテクションフィルムを貼ることによってこの色感がマットになるんですよ。再現できたわけですね。そうなんです。なのでこれを剥がせば当然ダイヤモンドホワイト、うん、元のパールに戻るという、ブラックアウトをしてますので、こちらも同様ですね、剥がせばダイヤモンドホワイトに純正のノーマルの状態ですね、うん、になるという、そういった感じでございます。グリルのところはそのまんまという形ですよね、はい、グリルはこのま純正のままですね。純正の状態なんですね、はい、じゃあ本当にプロテクションフィルムを剥がせば、はい、まるっとそのままの元の状態に、はい、二度楽しめるってことですね。そういうことです。はい、もちろん上も剥がせますね。このルーフの上もそうですよ。ちょっと上も登って見てくださいよ。はい、こういう感じですね。はい、はい、映りますかね。はい、ルーフも全て黒の貼られているという感じですね。であと2021年式21年、はい、これは、リョジッチャン推しポイントの一つなんですけれども、2021年以降の G63 っていうのがこのマフラーが今こっち2本出てるじゃないですか。2本ありますね。これ2021年以前はこれ1本しか出てなかったんですよ。見えるのが1本だけだった。そう、見えるのが1本だけだったんですけど、うん、2021年以降は見えるのが2本で、反対側も2本、計4本ですね。こっちのマフラー僕すごいおすすめですね。はい、 AMG っぽい感じですね。はい、なるほど、そういう感じなんですね。はい、こういった違いも実は年式によって違うという点がありますね。はい、続いて内装の方をご紹介していきたいと思います。はい、右ハンドルですので、いや、こちらですね。はい、はい、オープンです。はい、63ということでダイヤモンドステッチということですね。そうですね、はい、で今回こちらはマヌファクタープログラムプラスの、パッケージですので、このまずシートカラーがですね、このグレー&ブラックのシートですね、はい、のダイヤモンドステッチとなっております。でここの背もたれのところに AMG のこのロゴが入っているのがまたさすが63ですね。そうですね、ルジちゃん63好きですもん、ね、大好きですよ。はい、ワンポイントあるというところです、ね、はい、ちょっと内装もぜひご紹介したいので隣乗ってください。はいはい、はい、今内装の中ですね、乗り込んできました。はい、まず内装こちらがですね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。状態がいいというですね、状態が抜群にいいですね、うん、はい、シートコンディションだったりとかもいいですよね、はい、はい、でこちらの G63、 このダイヤモンドステッチのシートにはですね、当然ですねパワーシート、シートヒーター、シートメモリーついております。さらにさらにシートベンチレーターですね、あとリラクゼーション機能だったりドライビングダイナミックシート、はい、ダイナミックシートもついているというとこですね。イメージ的には G400D の限定車の装備が備わってるっていう、はい、備わっております。形ですよ、はい、なのでシートもすごい運転がこうしやすい、そんなシートのいろんな機能もついてますし、はい、ここもしっかりと動く感じですね。そうですね、はい、でこちら内装は、こちらピアノラッカーウッドインテリアですね。はいはい、となっております。では少しねエンジンの方もかけてみたいと思います。 G クラス G63 といえばです、ね、はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、まずですねこのステアリング、ステアリング、これステアリングがですね G63 ならではのこの形状じゃないですか。ちょうどここ丸いじゃないですか、はい、ここがね少し
垂直というか、はいはいはい、になってますよね。これロックさんならではの形なんですか？ならではですね、あの 350D400D の AMG ラインでいうとここは丸なんですよね。でこの下のところが少しこうね平行になってる、直線になってるんですけど、まあはい、63ここもですね丸みがないんですよね。はい、ね、さらにさらに言いますと、はい、このパドルシフト、パドルシフトこれもですね、はい、ついてます。アップダウンとこれも確か 400D と比べると大きいんじゃないですか、このパドルが。おなんかよりこうパドルシフトがこうしやすいというか、そういう感じですね。はい、あとメーターにもですねこちら、はい、ここに AMG、 AMG、はい、ちょっと待ってくださいね、ピント合うまで待ってくださいね。はい、はい、ここに AMG ですね、はい、AMG、はい、こちらには V8 だったりで、しかもですねカメラマン君、はい、一つ僕気づいちゃったことがありまして、気づいたことが、はい、メーターにカーボンが入っているんですよ。メーターにカーボン、どういうことですか？はい、見てください、ここの真ん中。あー、これですね、これ、ここですよ、ここ、ここカーボンなんですよ。デジタルのデジタルカーボン、デジタルカーボンになってるんですよ。すごくないですか？これ当然 400D350D ないし、ないですね。なんかね僕これパッと見た時にあれと思って、雰囲気違うなと、雰囲気違うなと、うん、カーボンがあるみたいだ。はい、メーターの中にもカーボンがあるという感じですね。63ならではですね。63ならではです、うん、はい。であとこちらですね、はい、見てください。はい、こちらデジタルインナーミラー付き、デジタルインナーミラー、はい、となっております。なので前後ドラレコの機能もついております。はい、で当然 ETC だとかは標準装備で備わっていますので、もう、ね、完璧なフル装備じゃないですか。しかも状態いいですからね。はい、はい、うん、ではあカメラマン君一つ、はい、一つ助手席の足元映してみてください。足元、はい、はい、こちらですね、デッキがありますよね。はい、ありますね。はい、こちらはですね DVD デッキ、 DVD デッキ、はい、はい、DVD デッキがありまして、であとですね、まあ、もちろん DVD 再生、 DVD 再生ですねと、あとこちら HDMI ケーブルがありますので、こちらを使って、YouTube だとかを映せる仕様となっております。はい、後席移動してきました。はい、はい、でこちらヘッドレストのところにですね、はい、モニターが2つありますね、ついておりますね。はい、こちら先ほどの DVD デッキだとか、まあ、あの HDMI ケーブルを使った映像っていうのがこちらに映し出されますので、例えば小さなお子さんがいらっしゃる方だったりとか、まあ、後ろにもですねよく乗せられる方がいらっしゃいましたら、まあ、そういったドライブを退屈させない、うん、そういったアイテムも備わっているというところですね、うんうん、はい、後ろも快適に過ごせると。そうです、はい、後ろにもですね、うん、シートヒーター、冬場ですね、うん、やはり寒いじゃないですか今の時期。そうですね、お尻が、はい、ひんやりしちゃうんですけど、うん、後席にもシートヒーターついております。はい、とあと後席のこのコンディションもいいですね。バッチリですね。バッチリですね。はい、ということで再び戻ってきましたけれども、やっぱり G63 はディーゼルとは違うじゃないですか、はい、違うところがあるとするとガソリンエンジン。そうですよね、もう今このエンジンをかけているだけでこのマフラー音がすごいいい音色といいますか、はい、いい感じに聞こえてるんですけれども、うん、63はですね実はマフラー音を変えることができるんですよ。そのことができるんですね、はい、はい。それがですね、うん、こちらのこのスイッチになっております。はい、はい、はい、これは 400D350D には当然ないスイッチなんですけれども、うん、こちらを押した後と押す前の音が変わりますので、はい、少しマフラーの方に、では今これ押してない状態ですね、はい、これ今スイッチ押してない状態です。はい、これが通常の、通常です、はい、こちらが通常のマフラーで、このボタンを押すとですね、
どうですか。確かに迫力が増しましたよね。そうです、ちょっと荒々しい感じ、パワフルな、よりパワフルなこのマフラー王にこう変わるっていう、はい、そういった機能装備もついてるんですよね。またこれ走行モードによってですね、スポーツモード、スポーツプラスモードにするとまた違ったマフラー音になりますので、うん、もうこれは G クラス G63 購入された方ですね、ぜひお楽しみいただきたい。そうですね、そんな、うん、感じですね。大人の遊びっていう感じがしますね。はい、いいですね。いいですか。はい、はい、はい、ということで、はい、いや今回の G クラスはい、めちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃいいですよね、うん、ただの63じゃないという、はい、そうなんですよ、うん、はい、もう一度車の方ですね、うん、情報をおさらいしていきたいと思います。はい、はい、年式2021年式12月登録の G63AMG で、マヌファクタープログラムプラスのパッケージがついております。はい、はい、で走行距離5000キロ台の右ハンドル感じで、はい、先ほど言ったですね、このラッピングの方、はい、もう要は車まるっとなってますし、そうです本当にまるっとですよね。フロントガラスにもプロテクションフィルム、うん、貼ってあるんですけれども、うん、これだいたい相場で言うとこれをやると200万円ぐらいかかるじゃないかな、うん、はいはい、もう100後半は間違いなくいきますので、うん、この200万円ぐらいかかっていると。そうすると、はい、やっぱりその分お値段も上がってしまうんですかね。どうなんですか、ね、気になりますよね。気になりますね、はいはい、今回ですね、うん、こちらの G63AMG ですね、総額でこちらのお値段、こちらのお値段で、はい、なるほど。もうこれは通常の63の相場というところ、はい、そうですになるんですね。はい、プロテクションフィルム200万円以上の価値のあるものがかかっているのに、はい、いるのにデジタルインナーミラーがついています。そうですよね。他にも DVD もついてたり、 DVD デッキもついてます、リアモニターもついてます。その状態で、はい、で総額です、この価格なんですね。はい、めちゃくちゃお得じゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、今回もですね、はい、もう日本全国どこでも、お届けに上がりますので、はい、はい、お気軽にですね、うん、お問い合わせの方していただければと思います。はい、ということで、今日はですねこちらの G63、はい、ご紹介させていただきました。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。